今日のモデルさんを若い順に紹介していきますが中高生から大人まで参加、沖縄セミナーから学ぶ写真、今回はこれをやります。はい、改めまして、なんかこんにちは、ありがとうございました。はい、今日のまずモデルさんを紹介してスケジュールとちょっと配信5分間ぐらいレクチャーをで、じゃあモデルさんを今日若い順に紹介していきますが、だといって最後の人が年寄りではないですよ。はい、年寄りです。みんな10代ですから。はい、でははい、ね、ココアちゃんでいいかな、ね、はい、では次にねねです、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ一番のお姉さんですが、まだ若い、はい、はい、ミサです、よろしくお願いします。はい、2人はできなかったけど、ではよろしくお願いします。それから今日はいつものメンバーを、まあ、大抵顔見知りの人が来てますが、初参加の浦添工業写真部の子です。はい、今ね、活動どうなんですか、写真部も。全然できてますよ。できてないよね、どこの学校もね。はい、でも僕も全国の写真部とはオンラインのズームの作品公表会だと2週間1回ぐらいしてます。まあよかったらね、高校生、まあ中高生のコンテストに出しても OK ね、この方ね。はい、私は大丈夫です。大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。頑張って。では僕なりのちょっとその写真に対する考え方ですが、写真の撮り方はあんまり各自自分で研究すればいいので、考え方を言うんですが、写真についてまず一つはですね、このダブル4つと一つの H があるんですが、これはですね、このことを考えるのが大事で、何を撮るか、から、Where、どこで撮るの、それから、Why、なぜ撮るの、それから、まあ、誰を撮るの、誰を撮るの、から、ハウ、どうやって、どうやって。で、その中で考えたときに、これは考え方なんですね、写真の。あなたのアイディアとかね、考え方、この4つが。ハウはこれが、この方法ですね。撮り方だったら、どうやって。構図はどうするかとか、で特に写真を全体これで考えた場合に、やはり重要なのが4つある上にあるんですね、ラウド。でこの中でも特に僕はですね、ここですね、おい、なぜ撮るの、これ全部ひっくるめて、なぜどう撮るの、なぜそこで撮るの、なぜシャッターですか。シャッターを押すときには心が動いた瞬間、動かないと力がない写真になっている。で、力のある写真にはどうしたらいいかというのは、ここの部分が入ってきたり、これ、このポーズのとき、力強い写真ができたら、YouTube で見た、こうやって、ガッと。そうすると人格が変わったように、ガッとこう。で、ライト、そのときにライト、光をどこから当てるかというのは、ここの部分が入っている。で、もう一個ですね。なぜ写真になることになるかという。で、なぜ写真に写るのか。それは光があるから。で今で言うと可視光線。太陽光があるから。でもその可視と書いてあっても、目に見えると書いてあっても見えないんですね。太陽光は宇宙の中で真っ暗ですから。それが、入射して、反射して初めて物に当たって私たちはこう白板を見てたり、人物を見たり。反射して光が初めて見えるわけです。ここは見えないんです。宇宙空間真っ暗です。光が反射した光を、反射した光っていうのは、カメラはそれを、この露出系は、カメラ露出系はですね、反射光を光ってるんだけど、ものに当たっている、入射している光を撮るので、カメラの場合です。本当は露出系でこう測っていくというね、
と、ミラーレスと一眼レフの違いっていうのは、ミラーレスはこう見た、映ったままがもう液晶出てくるので、テクレ補正がよっぽどそうぶれない限り、結果が先に見えちゃう。はい、まあ便利な世の中か、つまらない世の中か分からないんだけど、まあ、フィルムやった人はその違いが大きく分かると思うんですね。だからまあこういうことを考えながら、そこに光を当てると、シャボン玉が多分出てくる、はい、シャボン玉に光が当たってるから、逆光で撮るとシャボン玉が丸くつる、はい、そういうふうに光があるところにシャボン玉に当てると丸くつくことも、これもフラッシュライティングであろうと YouTube で語ってますので、それもぜひご覧ください。はい、では今日は1時間ごとで誰か聞きましてね、まあ、やりものだったら前回と同じようにピーチしていきます。天候見ながらですね。で、それで、まあ、1時間ピーチで、石川ピーチです。ここから5分ぐらい来ないで、まあ、車で行く人もいいんですよ。駐車場があります。そこで、1時間ほど取って、ちょっと濡れますが、濡れてもいい。もう制服濡れてもかな。裸足になって、食べる。で、最後に集合写真撮って、別に帰ってきて、解散。はい、今日一日よろしくお願いします。屋外ではマスクを利用する、中ではマスクです。ではもう階段の下とかあちこちやって OK、どうでしたか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に始まります。これは本当にマヒルさんが好きなところに行って好きなところに行って、カメラの人は自然に行ってください。こんにちは、写真家の高潔和義です。沖縄写真セミナーがスタートしてから 7,8 年経ちます。その中の一つ、うるま市石川で開催したセミナーの冒頭の様子をご覧いただきました。ミニレクチャーした内容を改めてアップしておきますね。私の写真に対する考え方のほんの一部ですが、参考になれば嬉しいです。まずはモデルさん3名が会場内に散らばって、参加者の皆さんが撮っています。ココアちゃんのスタジオ撮影シーンからご紹介します。中高生の写真部員も参加しています。学生さんたちの撮った画像と私が撮影した写真を一緒に紹介しながら、写真の自由さを感じ取っていただければ嬉しいです。このスタジオ撮影シーンは自然光のみの撮影でやっています。やがてこの後白壁を背景に1等から2等ライティングで撮影していきます。他の受講生さんたちも撮っています。キーライトは画面左上に見えているソフトボックスにつけたガイドナンバー60のソニー F60RM です。サブライトとしてモデルさんの背後にもう1灯設置してあります。ワイヤレスライティングでやっていますので、どの光を使うか、そしてどう使うかは皆さんの写真表現の世界観で撮ってもらっています。この写真は2灯ライティングで、モデルさんの背後からモデルさんに向けてもう1灯を照射しています。会場は大変明るくオープンな部屋ですが、このように背後からモデルさんに光を当てると白壁が暗く落ちますね。自然光のみで撮った写真と見比べるとその違いがよくわかります。ボンジュールフォトチャンネルでは写真、カメラ、アートなどに関する番組を配信しています。皆さんの人生がもっと楽しくなり、写真文化向上にお役に立てば嬉しいです。番組を見ていただき参考になるな、また見てみたいなと思われたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。何よりも励みになります。サブライトを白壁に向け、ココアちゃんには花を持って遊んでもらいました。感想どうですか。いろんな機能があって、はい、ピントとかも手動で変えれたり、はい、うちはすごい、はい、使いこなしたらとても綺麗な写真が撮れるんだな。撮れると思うよ、はい、今まだ慣れてないんで、はいはい、頑張ります。頑張ってね。ソニーアルファ貸し出し機材の感想を高校写真部の子に語ってもらいました。さて、ここは外のテラスです。ここで撮影した中高生女子2人の写真と私の写真を見比べてもらいますね。
それぞれの子の素晴らしい写真表現世界が映っていると私は思います。モデルさんとのやり取り、コミュニケーションも映っています。このことって写真を撮るということに関しては最も重要な一つだと私はいつも思っています。それにしても上手にモデルさんを動かし、モデルさんも動きコラボしています。2人がモデルを撮った写真は読売大賞、沖縄県内のコンテスト、日本カメラ月齢など大きな賞を獲得しています。シャッターを切るのに躊躇する大人が見習うことが多々ありますね。構図なんて知らない中学生が切り取った写真、タイトルで見る人を誘導させる白黒写真表現など、写真は自由だ、私は自由だという声が作品から聞こえてきます。モデルのミサさん、ネネさん、ココアちゃん、沖縄写真セミナーモデル、いつも大変ありがとうございます。撮影機材提供のソニー様、感謝申し上げます。こんな美しい沖縄のビーチで撮りたいですね。皆さん最後までご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。感想やボンジュールフォトチャンネルでやってほしいこと、ご要望などあればぜひコメント欄に書いてくださいね。コメント大歓迎です。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again.